児島県知覧、かつて特攻隊の基地があった町。元アメリカ兵の2人がまず向かったのは、特攻隊の資料や遺品を集めた平和会館。こりゃすごい。ゼロ戦の残骸を目にして思わず声を上げたフレッド・ミッチェルさん81歳。当時は19歳の水兵だった。二人はある場所で足を止めた。これが俺たちを沈めた部隊じゃないか。目の前には特攻隊員の写真、その下には戦死した日付が記されていた。昭和20年5月28日、その日こそ彼が158人の仲間を一瞬で失った日だった。49秒で私たちの船は沈みました。巨大な軍艦がですよ。思い出すとひどい気分になります。今でも日本を恨んできたというフレッドさんを今回来日させたのは、今年アメリカで公開されたドキュメンタリー映画特攻。監督は日系アメリカ人だ。自らも取材を受けたフレッドさんは映画の中に出てくる元特攻隊員の言葉に驚いた。行きたかったよ。死にたくはなかったよ。それは特攻隊を自爆テロと同じように考えていた彼にとって意外な言葉だったという。彼らの本当の気持ちを死ぬ前に直接確かめたいんだ。今回来日したのも元特攻隊員に会うためだった。お邪魔します。元アメリカ兵のフレッドさんが会いに来たのは、かつての特攻隊員浜園重義さん83歳。部屋に入るなり目についたのは壁の写真。これがあなたが乗っていた飛行機ですか？浜園さんは当時21歳、フレッドさんとほぼ同い年だった。やっぱり死にたい、そうなんですよ。青春かなと思った時はもうこの世を去らねえか。だけど鬼畜米英とかそういう教育を受け取ったから、戦争に負ければおそらくこの世をみんなが、日本人全部が焦げつわれて去っていかねえかんじゃろう。目の前にいるのは自分と同じ生きることを望みながらも己の使命を果たそうとした元兵士。その彼は死を覚悟した機内で一人歌を歌ったという。うさぎを、ああ。かの山こぶなつりし、かの川夢は今も巡り。言葉の意味はもちろんわからない。ただふるさとを思う歌だと聞いた。いかにおわす父母、無事でいてか友がき、雨に風につけても思い出るふるさと、志を果たしていつの日にか帰らん、山は青きふるさと、水は清きふるさと。以上です。ああ、ピアリスト。
特攻隊員が歌を歌うなんて知らなかったよ。この時、長年胸の奥にしまっていたある思いが思わず口をついて出た。私のいとこは日本軍の捕虜になって収容所に入れられました。戦争が終わると生きて帰ってはきましたが、まるで別人のようだったんです。拷問でもされたのか、心はすさんでいて叫びたりになり、最後には自殺してしまったんです。そのことがずっと私の心に突き刺さっていました。残ってますよね、その辛かったっていう。戦争だからな、もう想像できないことが起こるんですよ。 The unimaginable happens in war, doesn't it? It might take some little tiny detail that just click on somebody. どちらからともなく差し出された手。ずっと胸に仕えていたものが取れました。これでも思い残すことは何もありません。来てよかった。戦後62年目にしてわだかまりが解けたフレッドさん、戦争の証言者たちが消えようとしている今、その思いを語り継ぐ意味は大きい。